サソリザ乳星は地球から見てサソリザの方向に約500光年離れた位置にある4等級の恒星である。サソリザ乳星は7つの恒星からなる70連星系である。現時点で発見されている70連星系は他にはカシオペアザエアー R 星しかない。最も明るい恒星 A は太陽の約6倍の質量と2900倍の高度を持つ。 B 型主系列性である。AA から0.865ミリ秒離れた位置にある6.9等級の番星アブは AA の周りを軌道離心率0.11のやや潰れた円形軌道を5.552日で好転している。AA アブ系から0.063秒離れた位置に番星 AC があり8.324年で AA アブ系を好転している。さらに、 A から1.305秒離れた位置にある5.40等級の構成 B は太陽の3.91倍の質量を持ち AK を674.670年かけて好転しているとされている。この ABK から41.1秒離れた位置には構成 C、d DB からなる三重連星系があり ABK と区別して HR6026 という名称としても知られる。C は6.9等級の B 型巨星で、ダー r も7.39等の B 型巨星である。DB に関しては、質量も主等級も分かっていない。ダー d b 系は C から2.4秒離れている。サソリザ入星は、サソリザ上部アソシエーションの中に存在しており、周辺に存在する構成とともに、 生雲 IC4592 を明るく照らしている。サソリザ入星は固有名としてジャバハーという名を持つ。2017年6月30日に国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループはジャバをサソリザ入星 AA の固有名として正式に承認した。ありがとうございます。